いらっしゃいませ。どちらにしますか。ソーリー。お楽しみください。将来剣の達人になるかもな。あれは、ちょんまげ。いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。ネレ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で、私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは、教団の代表をはじめ徳を積んだごくわずかな教徒に限られるんです。かくいう私も、実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。私もいつかは白に認められたいものです。白？徳を積み信仰心が認められた教徒にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から白の称号を与えられた教徒だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか。こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも白に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイのそのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも白ってのを目指してたのかな。まさか。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。
さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。ふう、だいぶ綺麗になったな。茜さんが見てた景色か。わっ、なに黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった？え、いや、ちーちゃんは？こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだと茜さん見つけるより前に白になれちゃうかも。そうかもな。一番はさ、の？茜さんに会えて、茜さんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、今んとこはこれを届けてやりてえってだけだな。そっか、いいな一番は。え、何がだ？私の家のこと話したでしょ、藤宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから、一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちーちゃん、家で死ねえか？はい、家でだよ、家で。手伝うぜ。俺組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっと、これでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちーちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちーちゃんを連れてってやるさ。ちーちゃんは命の恩人だからな。そんくらいお安いもんよ。あのさ、一番。ん？そのセリフ、ほとんどプロポーズだよ。分かってる？え、あ、あ？なんでそうなるんだよ！いやいや、そう受け取るのが普通だって。マジかよ。プロポーズって言葉はトラウマなんだよ、もう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。ちょっと、勝手に落ち込まないでよ。おお、悪い悪い、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ。言葉のあやってやつで忘れてくれ。でもよ、ちーちゃんの力になるってのはマジだ。そいつはできれば忘れねえでくれ。あっそ、こんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。一番。あ、どうした？ありがとう。あ、
それはそうだけどよ、なんか見つかったか、茜さんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし、浅瀬が続いてるから、ここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ。偉い偉い。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けなかった。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。はい、町の見回り活動です。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか。すげえ人だな。オーケー、じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。もうなんだよ、急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ。今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。私は後処理があるので、アートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。お、ヤドカリがいる。おう、ここがロメロの言っていた迷宮ビルか。開発途中で計画中止になって廃墟になってるとか言ってたわね。危ない連中のたまり場みてえだし、少し中を見回りしてみるか。家中の栗をわざわざ拾いに行くの？絶対危険だよ。だって見回りなんだからよ。危険なところを調べてなんぼだろう。まあそうだけど。ええ、あんたら迷宮ビルに入るのか。さてはお宝狙いか。お宝？なんだ違うのか。このビルは地下がすげえ深いんだけどよ、一番下のフロアにはマジでレアなお宝があるって噂なんだよ。その噂に引き寄せられて何人も中に入っていた連中を見てきたけど、戻ってきたやつはほとんど見たことがねえや。マジかよ、行方不明者が多いったらもしかしてそのせいか。かもな。このビル作るのを途中でやめちまったせいで、そもそもすげえ迷いやすいんだよ。だから迷ったまま出られなくなってるやつがたくさんいてもおかしくねえさ。まっ、この中にたむろしてる悪い連中に拉致られたか、殺されちまった人間の方が多いかもしれないけどな。このビル、
やっぱりそういう連中がたくさんいるのか。ああ、やばい連中の巣窟、犯罪の温床さ。警察も面倒だからこのビルに関しては見て見ぬふりしてんのよ。だから無法地帯。しかもこのビルで死んだ連中の怨念のせいで、入るたびにビルの構造が変わる呪いがかかってるなんていうホラーな噂話まであるんだぜ。毎回ビル構造が変わる呪い。まあ噂だけどな。とにかく全方向におっかねえビルさ。近づかない方が身のためだと思うけどな。どうする？今このビルの中から聞こえたよな。うん、やっぱり行く。見回り担当としてさすがに今のは無視しちゃいけねえ気がする。まあそうなるわね。ありがとうな、おっさん。おう、ところでいい情報くれてやったんだ。1ドルくれよ。え？ゲームじゃねえんだ。町の人がいい情報をタダでくれると思うなよ。助かったぜ、ほらよ。え、こんなに。あんたハワイの神様だよ。幸運を祈ってるぜ、頑張れよ。おっさんもな。さ、行くぜ。出てきたぞ。やんのかい？あ、こいつは重いぞ。行けるか？オッケー！
この拳受けてみやがれ。受けてみな。出てきたぞ。ほら、完全俺の番だな。まあこんなもん。コツつかめたんじゃね。よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。また強くなっちまった。また成長しちゃった。おう。なあ、ねえ、ああ、ありがとうございました。それでは。おう、もうこんなとこ来るんじゃねえぞ。しかし噂通りだったわね。何度言っても迷いそう。迷宮と言われるのもわかるわ。だがかなり強敵が揃っていそうだし、腕試しや腕磨きにはちょうどいいかもしれねえな。お宝もあるって話だしね。準備整えてまた来てみてもいいかもね。いらっしゃいませ。よりどりみどりでしょう。お楽しみください。あっぶね、やりやったな。もうおりおりなんてね。おわ、甘えて。もう、もう最悪。抜き足、差し足と。そうだな。バカな。ふう、うん、打ち合いセーブ撃。はっ、早打ちじゃ負けないぜ。
もう。わかった。おう。わかった。ここは長い間倉庫や工場しかない一帯でした。夜は真っ暗で治安も悪くて。それが10年ほど前に再開発が行われたんです。世界中のアーティストに壁を提供して自由に絵を描いてもらったところ、ほら、今では若い人に人気のスポットになりました。へえ、洒落た店も出てるじゃねえか。観光客向けの飲食店がこぞってここに進出してるんです。市内はどこも飽和状態なので。Please stop! I'm begging you. This place is my livelihood. Your livelihood? Did no one tell you we're the new owners?What's wrong? Is there some sort of trouble? Who the hell are you? We're with Palikana on Neighborhood Watch. Palikana? Oh, thank goodness. Please, you have to listen. I've been running this cafe for 30 years now, and I never once have endured such violence. Yeah, quit bitching. If you'd have paid your debt, we wouldn't be here. But I didn't even borrow money from you. Oh, we know who you borrowed from.Thing is, this morning, we bought that lender out. So as of now, your debt and this shithole is ours. Even so, you can't just barge in here like this. The previous lender agreed I could pay off my loan in installments. We had a deal. You're a native Hawaiian, aren't you? What difference does that make? Well, cheer up. We're turning this place into a boba shop and your ass can run the register.The Howleys ought to eat that shit up. Now let's get renovating. That's enough. Aren't you Palikana people supposed to be volunteers? Volunteers should stay the fuck out of business. Strong-arming helpless shopkeepers is hardly what I call business. Now, I'd like to ask you to leave.And trust me, you'll be hearing from our lawyers. Oh yeah? How about you scram, or you'll be hearing out your asshole? I'm staying right here. Oh, you sure? Then maybe we ought to tear you up first, huh? Threaten me all you want. I'll never budge. Get a load of tough guy here. He thinks he can stand up to us. All right.
Let's see if you're still standing after that. What are you saying? I don't know what you're saying. If you're laughing at people, you're a good person. What the? You're not going to be what the? You another poly kind of prick! だから理由は分かんねえって。カロンさん、俺は新人とか正直よく分かんねえだよ。あんたたちのこと、かっけえって思うぜ。すげえよ。春日さん。God damn! Can a man not shake someone down in peace? Boys! We're wrecking these bastards!抑えろに後悔するなよ。私の出番ね。さっさと来い。しまうのだ。決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる？喜んで。調子出てきた。よし、ぶちかます。走ろう。ほら来いよ。全力で行くよ。さっさと来い。手加減はなしだ。ガンガン行くぜ。よし、ガツンと行くぜ。俺の番だな。よし、さてと。相手してやる。行くぜ。放電準備。任せといて。まあまあ、調子出てきたぞ。てりゃ。全力で行くよ。手加減はなしだ。とりあえず次、東京だけはやってやるよ。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるた。悪くない気分だ。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。Fucking son of a Fricka, look what you done to my shop! Whoa! That does it! You should have listened while you had the chance!よせ！ Eat lead! Huh? What's wrong? Goddamn trigger stuck! なんだ？ジャムったのか？ Shit! Says this at once. Madame Nayla, you see, forbids the use of fire in human conflicts. Who the fuck are you? Now, be good and hand me the gun.Attempting to shoot will only make things worse for you. Get the hell away from me! What did you just do? Such a pity. Allow me to tend to your wounds. Get the fuck away! He's a monster! I swear he's a goddamn monster!
神のご加護だ。やはりブライス様は神の寵愛を受けてらっしゃる。ブライス様、あの方がパレカナの代表、ブライス・フェアチャイルド様です。あれが、A miracle! Good gracious, a miracle! Rejoice, for Madame Nelly has extended her divine protection to you and your homebrew establishment. Madame Nelly, mahalo ioi! そちらの方もお怪我はありませんでしたか？なるほど。すると皆様はそれぞれ別々の事情から茜さんをお探しになっていると。はい。それで茜さんがここの所長だったと聞いて。私も彼女のことを大変心配しております。この施設も彼女なしではとっくに閉鎖になっていたでしょう。ですから私もこちらになるべく足を運んで何か進展がないか伺うことにしているんです。あの、どうして茜さんはここに入信することになったんですか？茜さんは日本にいられない状況になりハワイを訪れたと聞いています。彼女のルーツはハワイにあったと。ああ、それは沢城の頭も言ってたな。しかし親戚を頼るわけにもいかない状況で、そんな時手を差し伸べたのがパレカナだったと。ほどなくして彼女はパレカナへ入信されました。茜さんは本当に京都の鏡のような人でした。あれほど無垢な信仰心を私は見たことがありません。なら彼女は白に選ばれたんですか？白のことをご存知とは。実は彼女に白を授けたい旨をそれとなく伝えたことがありました。ですが彼女はこの施設を最後まで支えたいと。Father Bryce, guess what?I helped make dinner this evening. You did? Then I suppose it's time to dig in. How much would you like? Well, I'm supposed to be on a diet. But today is special. One big helping, please. Yes, sir. Kasuga-san, もし茜さんの無事がわかりましたら、すぐに私にもお教えください。わかりました。でもブライスさんは普段ネレ島にいるんですよね？ええ、ここの職員に伝えていただければ私にも連絡が入りますので。わかりました。そんじゃそろそろ俺たちはおいとまするか。だな。あの、よろしければお食事されていきませんか？そろそろ晩御飯の時間ですし。いいんですか？俺はちょうど腹減ってたとこだ。みんなは？賛成だ。お言葉には甘えるとしよう。ええ、ぜひ。春日さん、そして皆さん、今日はお会いできて本当によかった。こちらこそ。なんつうか、茜さんがいい居場所を見つけられたんだなって分かってよかったです。ええ、そうであれば私も嬉しく思います。あれ、ちーちゃんどこに行った？チトーセイ、 Where are you? It's dinner time. She's not over here if you're wondering. ええ、
予定通り春日一番と一緒にいるわ。いいじゃない、結果往来なんだし。なんなら当初の計画よりも信頼を得られてるわよ。おい、どうだちーちゃん。分かってる、じゃあもう切るわよ。ここよ、ここ。お腹空いちゃった。晩ご飯は何？なんで定時連絡の度に出歩かなきゃいけねえんだ。これが最善の盗聴対策なんです。それで茜さんは養護施設の所長でパレカナの中でも重要人物だったらしい。それも教団の代表が安否を気にかけるほどのですか。調査は順調のようですね。気に入らないことがあるならはっきり言え。あなたは何をするにしても事後報告だ。バラクーダとの一悶着についてはその事後報告すらない。知ってるんなら報告はいらねえだろ。ご自分の立場をわきまえることです。余命わずかでもはや怖いものなしなのかもしれませんが、あなたは危ういバランスで我々から生かされていることをもう少し自覚すべきだ。気をつけるとしよう。引き続き対象の追跡を進めてください。よろしくお願いしますよ。あと、なんだまだお説教か。思い残しは果たせましたか。かつての思い人ユミさんでしたね。彼女にはハワイで挙式する夢があったとか。せめて片身の指輪だけでも憧れの場に届けてやりたい。あなたが今回の任務を受けた当初の動機はそれだ。ああ、そちらが済んだのなら任務に集中できますね。よろしくお願いしますよ。またしたな。なんて言ってました？大道寺一派でしたっけ？俺たちが一番茜さんに近づけているみたいでな。向こうからの情報はなかった。やること自体は変わらない。引き続き俺たちで茜さんを探し保護する。そうですか。そっちからの手がかりもなしか。それと独断行動についてたっぷり嫌味を言われたよ。ああ、桐生さんを部下に持ったらやりづらそうだよな。バカ、なんてこと言いやがんだ。だよ、一番はそう思わねえのかよ。上司ならいいんだけどな。お前らもう少し気遣えよ。傷つくじゃねえか。にしては桐生さん嬉しそう。そうか。よう。はい。はい。さてと、今日はどうすっかな。
今頃どこにいるんだ。茜さんはよ。それなんだけど、私ちょっといいこと思いついちゃったかも。え、マジか。その前に確認だけど、茜さんは一番のこと知ってるんだよね、自分の息子だって。あ、ああ、沢城の頭から伝わってるはずだ。顔も知ってるのかな。見れば一番だって気づいてくれる？だと思うけどな。そうでなきゃ誰が会いに来たんだか分かんねえもんな。頭のことだし、その辺は抜かりねえと思う。なるほどなるほど、よろしい、条件は整いました。あ、なんだなんだ、作戦会議かよ。キリュウさん、なんか始まりますよ。どうかしたのか。ちーちゃんがなんか思いついたみたいで。それで？私たちは思いつける限り茜さんの行方を追った。茜さんの家に茜さんの勤める養護施設、それに茜さんがやってた奉仕活動もろもろ加えて、地元マフィアの懐にまで潜り込んだ。そうよね。なんかそうまとめると俺たちすげえことしてたんだな。そう。でも残念ながら茜さんへの手がかりはなし。ああ、大道寺一派の方でも手がかりをつかめていない。ってことはね、私たちの方から茜さんを探すのに限界が来てるってことだと思うの。そりゃまあ、でもそれを言っちまったらおしまいじゃねえか。どっこいそうじゃないんだな。こっちから探すのが無理なら、茜さんに私たちを見つけてもらえばいいんじゃない。茜さんの方から？いや、そんなことどうやってやんだよ。そこでこちらの出番、一番の存在をアピールするの。動画をネットにアップしてね。なるべく人目を引くような動画にして、春日一番はここにいるってハワイ中にアピールするって作戦。なるほどな。何その反応。いや、いいと思う。思うんだけどよ、お前だって聞いただろうがよ、一番が日本で動画のせいで散々な目に遭ったって。もうネットだの動画だのなんて近づきたくねえだろうがよ。まあそれはそうなんだけど。どうする春日。なあトミー、ハワイのマフィアはバラクーダが牛耳ってんのか。ん、なんだよ急に。いや、バラクーダが仕切ってんのは第五地区周りと偽造系のしのぎだけだ。ホノルルシティにはバラクーダと同じかもっとでけえ中華系の組織がある。そうか。ん？いや、そりゃいい考えだぜちーちゃん。そういや俺も昔テレビを利用させてもらったことあったな。そういや選挙演説の生放送に乱入していたなお前。え、そんなことしてたのかよ。まあ、あん時はあれしかやり方がなくてよ。トミも気使ってくれてありがとな。俺は全然問題ねえからよ。まあ、そっか、ならいいんだけどよ。決まれたな。俺はその動画とかはよくわからんが、千歳たちは詳しいのか。任せといて。じゃ、私はカメラ担当ね。大丈夫かよ。まあいいや、じゃあ俺は生かした台本練ってやる。一番、どうせお前何言ったらいいか分かんねえだろうからよ。あ、ならカンペも用意しねえとな。やるからには目指す100万再生だ。なんなら金盾も狙っちゃうか。え、なんか目的変わってない。なんだ、よく分からねえが面白そうだな。俺に何かやれることはねえか。ああ、いやいや、桐生さんは安静にしといてくださいよ。こういう雑務は俺らがやりますんで。なめられたもんだ。ご隠居扱いされるほど俺は衰えちゃいねえぜ。え、どうすっかな。じゃあ、あ、じゃあ桐生さんにお願いしたいことがあります。これはもう桐生さんにしかできないヤバい仕事っすよ。
音が命。桐生さんには生命線の録音係をお願いします。ガンマイクっていうのか、強そうな名前じゃねえか。悪くね。春日、お前の魂乗せた声、俺が全部受け止めてやる。どうも。桐生さんって案外お茶目だね。いや、あれはマジの目だ。あんな顔して録音する人初めて見るぜ。まあ本人が気合入ってるなら問題ね。始めるか。オーケー、いいよ。一番、ほらもう動画撮ってるから、どんどん喋って。文字サイズ大丈夫だよな。とにもかくにも茜さんの目に止まらねえとしょうがねえ。茜さんのことを生き別れの息子が探してますってとこをバッチリアピールしてくれよ。だね、そこは外せない。なんせ作りたてのチャンネルにアップしてバズらねえといけねえんだからな。ハードルが高いっつうか、ぶっちゃけ結果は神のみぞ知るって感じだな。できればサムネで興味を引けるような見た目のインパクトがあればいいんだけどね。見た目のインパクトか、なんかあるかな。はっ、いやでもどうかな。ん、どうしたの。なんか思いついたのか。まあそうなんだけどよ、どうかな。これはお前がいいんならいいんじゃねえか。ハワイじゃ別に珍しいもんでもない。仇を怯えさせることもないだろう。え、キリュウさん、なんでわかるんすか。お前の考えそうなことだ。それにお前がハワイにいることを俺が知ったのもその情報が大きかった。そうっすか。じゃあやってみるか。ちょっとおい、あ、何二人だけで分かった感じになってんだよ。どういうことだ。おお、悪いな。どういうことかっつうとだな、こういうこったい。おお、本当は見せびらかすようなもんじゃねえが、ちょっとでも茜さんに近づくためだ。仕方ねえ。どうだい、こいつはインパクト的に。ギャラリーは正直だぜ。ああ、インパクトバッチリだ。よっしゃ、じゃあ撮影始めるか。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。ふん、古いの知ってやがる。おい、カンペ無視して好き勝手しゃべんなよ。ダグ、せっかく作ったのに。いいんじゃない、こっちの方がバズりそう。さて、背中の流魚が申します通り、私元極道の半端者、母を訪ねる道すがら、さしてがましくもハワイをご案内いたしましょう。名付けてジャパニーズヤクザ in ハワイ。私、カムロ町のソープで産湯をつかり、異人町で暮らしておりましたが、思うところはありまして日本を出立。憧れのハワイについて早数日です。初めての海外ですから、いろいろありました。なぜこちらで最初に出会ったのは観光客狙いの強盗でしたからね。はあ、その張本人が
こちらの富澤君でございます。おいちょっと待て、その紹介はまずいだろって。日本語は話せるわ、読み書きもできるわってんで、うっかり彼のタクシーを選んじまって。でも今はこの通り、すっかりダチになって行動を共にしてます。さすがハワイ、強盗までもあったかい。まさに南国気質だ。その後もトラブル続きのハワイ道中、身ぐるみ剥がされ全裸でビーチに放り出され、どっこいこの春日一番、元気にやっております。この先も新たな出会いを探すべく、ハワイにて押してまいります。カットだよ、俺ばっかりやり玉にあげやがって。ちとせには甘いのな。わりわり。でもちいちゃんほら、もし家に知られると。え、かあ、その気遣い俺にも回せっての。まあいいや、刺激的な話題はバズりの条件だしな。それにしても一番、お前意外と口が回るんだな。昔取った絹塚よ、組で宴会の司会なんかよくやらされてたもんさ。若いうちに苦労はしとくもんだね。じゃとりあえず何か所かハワイっぽい絵になるとこを回ってみよっか。そうだな。よし、そんじゃ春日組、これよりクランクインだ。うん、これだけ素材があれば十分ね。よし、じゃあ今撮ったやつを早速公開しようぜ。いやいや、さすがに編集とか入れなきゃダメでしょ、バズらないと意味ないし。がっつり気合い入れてやろう。トミー手伝ってよね。へいへい。なんかようやくハワイに来たって感じがしましたよ。こっちに来てからもうトラブルトラブルトラブルでしたから。そうだったね。俺も楽しかった。ありがとうな春日。いえ、それにこれからっすよ。楽しいことはこの先まだまだいっぱいあるはずです。なんせここはハワイっすよ。日本人憧れの島ハワイ、一緒に楽しみましょうや桐生さん。お前目的忘れてねえか。忘れてませんって。編集終わるまで結構時間かかりそう。二人はそれまでどうぞごゆっくり。だいぶかかるんなら俺はホテルで休ませてるのに。俺はビーチも近いし少し泳ぎにでも行くかな。了解、じゃあまた。ん？なんだ？まさかこんなところで出会えるとはな。こいつは国に保護指定されてる超レアな亀だ。裏ルートに売ればすげえ金になるぞ。最高じゃねえか、運がいいな。よし捕まえるぞ。おい何やってんだ。なんだてめえ、てめえもこの亀を狙ってんのか。これは俺たちの獲物だぞ。別に狙ってねえよ。でもその亀保護指定されてるんだろ、捕まえるなんてダメなんじゃねえのか。うるせえな、こいつは俺のペットなんだよ。ほら嬉しそうな顔してんだろ。そうは見えねえよ。邪魔な野郎だ。おいこいつぶっ殺すぞ。おい後悔すんなよ。かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。
ガツンと行くぜ。敵なしだな。大したことねえな。大丈夫かい、亀ちゃん。はい、助けてくれてありがとうございました。いいってことよ。気をつけるんだぜ、亀ちゃん。カメが喋った。カメじゃないです、僕ですよ。カメの化け物。化け物って失礼だな。カメじゃないし、よく見てみてよ、このかわいい顔を。ねえねえ、なんなんだ君は。だ、あらあらららら、ああ気絶しちゃった。ああ仕方ない、島に連れて行こうか。まったく、化け物だなんて失礼しちゃうよ。ねえカメ吉、なんだここ。お、目が覚めましたか。よかったですな。ん、ようこそ僕らの島へ。化け物じゃないよ。僕の名前はガチャピン。そしてこっちはムック。ムックですぞ。何でも亀吉とガチャピンを助けてくれたとか。その説はありがとうございました。あ、いや、大したことはしてねえよ。ガチャピンさんにムックさんだな。俺は春日一番って言うんだ。よろしくね。春日一番。いい名前だね。で、ここは？ここはどんどこと。喧騒から離れて快適な生活が楽しめる一大リゾートアイランドだよ。一大リゾート。そう、僕とムックはこのどんどこ島のマスコットキャラクターなんだ。子供たちから大人気だったんですぞ。そうか、マスコットね。悪かったな、化け物とか言っちまって。急だったから驚いちまってよ。だが一大リゾートっていう割には寂びれてるっていうか、ゴミだらけじゃねえか。あちゃ、それを言ってしまいますか。あれ、すまん、なんか俺悪いこと聞いちまったかな。ここが寂れたのはゴミの不法投棄のせいなんです。あんた。私は又吉、このどんどこ島のオーナーをしています。私の仲間を助けてくれてありがとうございました、春日さん。ああ、この島のオーナーさんか。よろしくね。かつてはこの島も自然やエンターテインメントにあふれた和やかなリゾート島でした。
たくさんの宿泊客の皆さんが訪れ、島はにぎわい、島民たちも楽しく暮らしてました。しかしある時からクリーンパイレーツという悪徳ゴミ処理業者がうちの島にゴミの不法投棄を始めて。不法投棄？はい、粗大ゴミなど処理に金がかかるゴミを無断で捨てることです。彼らは島を汚し始め、それを注意した我々を逆恨みし、汚すだけでなく破壊も始めたんです。そのうち遊びに来ているお客さんにまで危ないことをするようになってったんだよ。そのせいでどんどんお客さんも少なくなっていっちゃったんだ。私たちへの嫌がらせや島への不法投棄はその後もどんどんエスカレートしていき、しまいにはお客さんだけじゃなく島民までもいなくなり、結果こんな感じになっちゃったんですぞ。今も島に残ってるのは私とこの二人だけ。どんどこ島じゃなくどん底島なんて呼ばれちゃってますよ。ああ、亀吉もいたな。あ、すまんすまん。そうだったのか。ひどい連中もいるもんだな。はい、でも私たちは諦めてません。なんとかもう一度このどんどこ島をかつてのような賑やかなリゾートに戻したい、そう思って今も島に残ってるんです。まあでも無理なのかな。今も不法投棄は続いていて、私たちがどんなに処理をしても追いつかない。私たちも諦めてこの島を出て行った方がいいのかも。そんなこと言わないでよ、又吉さん。そうですぞ、私たちはどんどこ島のマスコット。この島がなくなったら私たちの意味もなくなってしまいますぞ。そうだね、悪い悪い。ごめんね、あ、恩人に暗い話ばっかりしちゃって。あ、せめて今日くらい明るくやろうよ。そうですな、久々のお客さんですぞ。おもてなしパーティーですぞ。大したものはないですが、もう夜ですし、今夜はこの島に泊まって楽しんでってください、春日さん。ねえ、ありがとう。今日は盛り上がりましょう。その辺で採れたキノコでパーティーですぞ。パーティーパーティー、キノコパーティー、イエーイ。
ふっ、おら、ふっ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 。ふう、この辺は片付いたな。ねえ、昨日おもてなししてくれたお礼さ、リゾートに泊めてもらえたんだ。これくらいやらねえとな。いやはや、これはすごいですな。でもどうやってあのゴミを勝手がわからなかったからな、こいつでぶっ壊してみた。ワイルドですな。ワイルドだろう。すごすぎる。春日さんがいれば、もしかしたらこの島も。あれあれ、おかしいな。俺たちからのプレゼントがなくなってるみたいだけど、どうしたの？なあ、もしかしてこいつら。はい、この島に不法投棄を繰り返す悪徳ゴミ処理企業、クリーンパイレーツの連中です。そしてあの男がクリーンパイレーツのボスの福山、巷ではフック社長とか呼ばれてます。悪徳企業とは聞き捨てならねえな。またよし、また殴られたいのか。お前もこの島の生ゴミにしてやってもいいんだぜ。ん？なんだてめえは、邪魔するなよ。俺はこの島の宿泊客だ。せっかくのリゾート生活を邪魔されるな、勘弁してもらいてえな。こんなゴミ島に宿泊してるってバカじゃねえのかお前。こんな汚ねえ島、もう何の価値もねえだろ。だから俺たちがゴミ捨て場として仕方なく活用してやってるんだ。むしろ感謝してほしいくらいだぜ。汚くて価値がねえのはこの島じゃねえ、てめえらの方だろ。なんだと？俺によくしてくれた人たちの宝物、てめえらなんかに汚されてたまるかよ。ふっ、一人で何ができる。おいお前ら、この生ゴミ処理しちまえ。手加減しねえぜ。リゾート気分ぶち壊すぜ。島から出て行け。ふっ、いい加減にしろ。とほう、やるじゃねえか。強い。今日のところは勘弁してやるよ。だが覚えとけ、てめえも又吉もこの島も全部ぶっ潰してやるからな。ありがとうございました、春日さん。また殴られずに済みました。あいつら今までにもあんたを。あ、はい、もう慣れましたけどね。私も春日さんみたいに強かったらな。この身もこの島も守れるのに。すいません、また暗い気分にさせちゃいましたね。この島には何もないですから、そろそろお帰りになられますよね。今お見送りの準備をしますんで。いや、
まだ帰れねえ。え？俺が手出したせいで結果的にあいつらを刺激しちまった。あいつらきっとまたここにやってくる。俺にはあいつらからみんなを守る義務がある。そんな、春日さんが責任感じることないですよ。それにこの島にいても何もないし楽しくないでしょうし。何もないなら作ればいいじゃねえか。え、昨日言ってただろ、この島を一大リゾートにするんだって。だったらこのゴミ何とかして人が泊まりたくなるような設備とか作ってよ。もう一度どん底から這い上がればいいじゃねえか。どん底からは上しか見えねえんだ。この島はきっと成り上がれる。あいつらは許せねえし、俺はあんたらやこの島が気に入った。手伝わせてくれねえか。一緒に這い上がろうぜ。春日さん。はい、ありがとうございます。春日さん、ワイルドだね。ええ、ワイルドですぞ。フフフフ。
いやお、ですぞ。わかった。今日もよろしくな。さてさて、ワクワクしますぞ。頑張りましょう。ですぞ。一日頑張ろうぜ。さてさて、今日も頑張りましょう。なんだ？おい。
あばよ。そんな。任せとけ。おう。ではでは。ですぞ。それでは。ありがとうよ。
おう。おい。手加減しねえぜ。二蔵の気分をぶち壊すぜ。ふっ、やれ。やめろ。おい、島から出て行け。いい加減にしろ。おい、元気に育てよ。一番おう。なんか眠くなってきた。